最初見た時から気になってた。会いたい時に会えるけど、そこらの女とは違うと感じてたよ、姉さん。愛を囁き合うには近すぎる。おめえのことが好きだ。それが私たち兄弟。You're my special 世界で一つだけの大切な笑顔。君を誰にも渡したくない。 Be Love Survivor。 微笑みはサンライズ心を照らす。君というサプライズそばにいる奇跡。鼓動高鳴る愛のシグナル。 Everybody fight on。 Love for victory。 運命さえ奪いたい。初めて会った時よりも君に夢中だから。近くにいるのに愛だけが遠すぎる。君を巡り巡るみんなが手強い。一人だけの特別な人さ。その手を離したくない。 Be Love Survivor。 愛してる。 For you。パパが再婚してたくさんの兄弟と同居することになった。それは想像していたよりもずっと驚きの連続で、それでも家族が増えたことは嬉しくて、いつかみんなと本当の家族になれたらいいな。ジー、今日もまたあのスペックの高いオスどもとの戦いが待っている。油断するんじゃないぞ。だからオスどもでも戦いでもなくて兄弟なんだってば。おはようございます。おはようございます。よく眠れましたか？はい、おかげさまで。すごい、これみんな右京さんが？炊事は私の役目なので。うん、完璧な日本の朝食だ。あの、何かお手伝いを。ではご飯をよそっていただけますか？うちは朝寝坊なのが多いので、今日は四膳お願いします。はい。おはよう、お姉ちゃん。おはよう、わたるちゃん。嬉しいな。これからは朝ごはんお姉ちゃんも一緒なんだね。うん、よろしくね。あ、おはよう。うす。おはようございます。うす。珍しいですね、ゆうすけが朝食に起きてくるなんて。なんだジュリったら。さっきはジュリがごめんね、若い男の人になれなくて。つか大丈夫か？え、いや、いきなり兄弟が増えて戸惑ったりしてねえかなって。もちろんびっくりしてるけど、皆さん優しそうだし、ありがとう、心配してくれて。ばちげえよ、そんなんじゃねえし。そのよし、いささかに物に書きつく。初めて本気で好きになったのに、まさか兄弟になるなんて。認めねえ、俺は絶対認めねえからな。負けるな俺。あ、いえ、
帰りました。あれ、誰もいない。いや、オスの気配がする。朝倉風斗くん、アイドルをしているとかいう12なんか。誰あんた、誰かの女？え、いえ。どうやって侵入したか知らないけど、こんなことしてただで済むと思ってるの？その、私は先日この家にやってきた。ああ、美和の再婚相手の娘か。そうです。ふん、あんたがね。それなりに可愛いけど、なんだか頭悪そうだね。つうかバカだろ。その否定しないんだ。やっぱマジバカだね。よろしく、バカなお姉さん。なんなのだあいつは。性格がひん曲がっている。確かにテレビで見てた朝倉風斗くんとはイメージ違ったけど、風斗くんもびっくりしたんじゃないかな。突然知らない人が家の中にいて。地位が悪いわけじゃなかろう。でもなるべくみんなの迷惑にならないように気をつけたい。あ、おかえりなさい。あの何か。いえ、失礼しました。おかえりなさいと言われたのは久々で、いいものですね。そういえばフートには会いましたか？あ、はい、さっき。そうですか。きっと明日も仕事で顔を出せないでしょうから、今日のうちに少しでも帰るよう言っておいたんです。明日？あ、すみません、まだ伝えていませんでしたね。実は明日スバルの誕生日会をやろうと思っているんです。あ、誕生日会なんて。やっぱり兄弟っていいですね。まあ普段はそこまでやらないんですが、今年スバルは20歳になりますので特別に。あの、何かお手伝いできることがあったらやらせてください。ではで大丈夫かチー？大丈夫、スバルさんのバースデーケーキ任されたんだもん、頑張らないと。でも重い。あ、スバルさんならこんな荷物軽々持てそう。まあ体力だけはありそうだな。部活の他に毎日ロードワークしてるなんて本当にすごい。気づいてたのか。どうかしたのか。今誰かいたような。何隠れてんだ俺。でも悪いのか？じいちゃん。え、私のことじいって呼ぶのはジュリだけなのに。不思議だ、実に不思議だ。あの、大丈夫ですか？うん、ソファーで寝るつもりだったんだけど持たなかった。お仕事終わったんですか？うん、髪アレンジ変えてもいい？え？今日スバルくんの誕生日、パーティーあるし可愛くしてあげたくて。こいつそのためにわざわざ。すごい上手。それになんだか気持ちが落ち着く。できたよ、これでいい？はい、とても。よかった。じゃあ仕上げ。あれ？壊れてる。ごめん、取りに行ってくる。あの、もう十分ですから。最後までやらせて。完璧にやり遂げたいのだろう、プロだけに。遠慮したらかえって良くない時もあるんだね。
あれ、ルイニーは？あ、すぐに戻るかと。なんだよもう、店に聞いたら家だって言ってたのに。急いでるんですか？なんでそんなこと部外者のあんたに教えなきゃなんないの？え？お？髪型変えたんだね。ごめん、僕今まで気づかなかった。姉さんがそんな美しい人だってこと。ね、姉さん。姉さん。なんでしょう。今だけ忘れてもいい？僕と姉さんが兄弟だってこと。え？なんてね。え？今本気にしたでしょ。ありえない。髪型変えただけでお姫様気分ウケる。騙された。今家だけど。だからあのスタジオのヘアメイクセンスないって言ったでしょ。僕の兄貴の方が何倍も。まあ分かった、行くよ。はあ、ルイニーがいないなんてついてないな。じゃあね、綺麗なお姉さん。わあ、ケーキおっきい。おいしそう。すごいね妹ちゃん、見事な出来栄えです。食べるのもったいないぐらいだよ。ありがとうございます。すごい、本当に本当にすごいよ。わたる、これはね、スバルのためにお姉ちゃんが作ってくれたものだから、わたるがスバルよりも喜んじゃいけないんだよ。いい？そっか。ごめんなさい、スバルン。いいですね、兄弟って。これ、おめえが一人で作ったんだよな。そうだよ。スバニーのために、おめえが。俺、食えねえ。え、なんで？ケーキ嫌いだった？いや、そうじゃねえけど。おめえが作ってくれたんだし、食わねえのは悪いと思うし、食いてえけど。でもなんか、食えねえ。ユウスケくん？あ、そう、ユウスケ食わないんだ。じゃあその分は俺がもらっちゃうね。え？だって君の愛情がいっぱい詰まったケーキだもんね。俺いくらでも食えちゃいそう。おい、つまり。あ、そうだ、俺さ、君に食べさせてもらったら超嬉しいかもね。してして。え、あの、それとも食べさせてあげた方がいい？それでもいいよ。はい、あんして。はいはい、その辺にしとこうね、椿。はーい。でも肝心の後藤人は喜ぶどころじゃないみたいだけど。え？あ、いや、スバルさん大丈夫、病気とかじゃないから。あ、いや、病気かな。え？医者でも治せないね。まあ俺も同じ病気なんだけどね。できることなら俺はこの病気にずっとかかっていたいな。あの彼女が困ってるよ、カナメ兄さん。ごめんね妹ちゃん。あ、いえ。一つ聞いてもいい？何ですか？今日どうして髪型変えたの？あ、これはルイさんがやってくれたんです、パーティーだからって。そうだったんだ。よく似合ってるよ。ありがとうございます。それではスバルにキャンドルを消してもらいましょう。マジにやんの？はい。写真撮りますね。ヒューヒュー。おめでとう。おめでとう。おいしい、世界一だね、お姉ちゃんのケーキ。うん、最高。いいの、ユウスケ、食わないんなら俺本当に食べちゃうよ。食う。うめえ。なんだよ。お口に合うといいんですけど。ない。 ありがとな。よかったね妹ちゃん。はい、喜んでもらえて本当によかった。
りいいな家族って。このうちは少々騒がしすぎるがな。でも楽しいよね、お誕生日にみんなでワイワイお祝いしたり。チーの誕生日は凛太郎はほとんど仕事で海外だったしな。はがき送ってくれたり、パパとの思い出もいっぱいあるけど、こういう賑やかな家庭ってやっぱりいいな。あれ、携帯がない。リビングに忘れてきたか。俺も彼女にケーキ作ってもらいたかったな。そうだね。誕生日おめでとう。二十歳は節目の年だ。バスケも今まで以上の覚悟でプレーする必要がある。他のことにうつつを抜かしている時間なんてない。しっかりやれよ。偉そうに。どうかしたのか、愛するスバル君。何が愛だよ。くだらない。くだらないとか言ってお前、妹ちゃんのことが気になってんじゃないの。そんなことない。じゃあさ、スバルはあの子のことどう思ってるわけ。どうって言えないんだ。ほら、やっぱり気にしてるじゃない。違うって。じゃあどう違うんだよ。だからそのはっきり言って迷惑なんだよ。え、ずっと男だけでやってきたのに、急に女なんか入り込んできる。あいつが来てから風呂入るのも気を使うし、トレーニング後も裸でいられないし。そうだったんだ。顔洗ってくる。すみません。やっぱり私迷惑だったんだ。あいつめ、よくも地位を泣かせよって。大丈夫、泣いてないよ。心が泣いている。私にはわかる。地位は昔からそうやって泣くからな。ジュリー、すまん、さっきは悪かった。頼むから忘れてくれ。あれはその勢いで言っただけで。いいんです、ちょっとびっくりしただけで。でも本当に平気です。ごめん、本当にごめん。おい、何やってるの。なあ、ってこいつ完全に寝落ちしてるし。飲みすぎだね。はあ、しょうがないやつ。ねえ聞いて。スバルが言ったことは忘れて。みんな君のことは大切な妹だと思ってる。俺がからかったせいでついあんなこと言っちゃっただけだから。本当だよ。あ、はい。でもなんでこんなことに。スバルが君に迫ったの。違うんです、スバルさんそこでつまずいちゃって。ということは事故。はい、事故です。あ、なるほど。ま、事故だからってそれで全部許されると思われちゃ困るけどね。おはよう。昨日はごめんね。これ携帯忘れてたよね。 ありがとうございます。あと君の仇はちゃんと取っておいてあげたから安心して。え、少しきつかったかもしれないけど自業自得。あの、スバルさんに何かしたんですか。でも君は見ない方がいいよ。そうだね。はあ。おはようございます。あ、おはようございます。それ干すんですか。はい、もしよろしければお願いできますか。はい。嬉しいな、家事を頼んでもらえるのって家族の一員って感じがして。右京という次男、なかなか分かってるのかもしれないな。しかし、あのスバルとかいう急男は要注意だ。はいはい、ありがとうね、心配してくれて。でもいつかスバルさんにも家族として受け入れてもらえたらいいな。朝日奈しっかりしろ。すいません。くそ、どうしちまったんだ俺。
にしよう。あれ、フート君？大声で名前呼ぶんじゃないよ、バカ女。バカ女とはなんだ、バカ女とは。他の客にバレたらどうすんだよ。そうだった、ごめん。頼むよ、ほんと。それ、全部借りるの？仕事だから。え、フート君、映画に出るの？おい、バカ。ねえ、あれは桜フート？え、嘘。あ、でもこの辺…ったく、あんたのせいでゆっくり選べなくなっただろ。ごめん。責任取ってこれ全部借りてきて、家で待ってるから。遅い。 DVD 借りるだけなのにいつまで待たせるわけ。 ごめんなさい。謝れば済むと思ったら大間違いだよ。罰としていろいろしてもらうから、あんたの部屋でね。どうすればいい、教えてくれ。まずさ、結婚式で歌う歌決まった？本当に僕も歌うの？当然。俺とのハモリ、あずさ以外に誰がやるわけ？驚いたな。来るんだあいつ。会うのかなり久しぶりだな。妹ちゃんとは初対面か。何事も起きないといいけどね。椿、悪い顔してるよ。だってあいつとスバルが顔合わせたらって思ってさ。だから悪い顔してるって。スバル、二十歳のお祝いのプレゼントは何がいい？いいってそんなの。そう言うと思ったよ。じゃあはい、あーん。ほら遠慮しないで。まさに頼むから飴玉はこれで最後にしてほしい。マイシスターメン。